で、ちょっと今回はですね、チャット GPT の、現状理解と、今回、バイオパッカソンですので、それで、メインとなっているプログラミング言語の、R 言語の、関数とかですね、パッケージ作成、どうやって使うかというようなちょっとお話をですね、今回させていただければと思います。で、そのチャット GPT のモデルの詳細とかですね、不明な点が多いですので、現状理解ということで、どういうことが今、情報として出ているのかというのを最初にまとめてお話しさせていただければと思います。で、今回のですね、話題提供の内容としては、最初にチャット GPT の現状理解ということで、初見の方もいらっしゃると思いますので、オープン AI であったり、チャット GPT とはということで、基本的な話からですね、どういうモデルが今使えるようになっているかとかですね、API どうなっているかとか、そういうところの話をですね、最初にさせていただいて、後半の方で実際に R 関数をですね、作るときにチャット GPT をどうやって使っていくかとかですね、R スタジオ上で、チャット GTP が使えるようなパッケージがもう出てますので、それについてですね、実演したいというように、後半では思っております。ではですね、まず最初。その一番のところですね、お話しします。で、今回ですね、主題に上がる、会社さんって、オープン AI という、AI の企業になります。で、もうご存知の方が非常に多いかと思いますが、サム・アルトマンという方がですね、創業した AI の会社で、AI のチャットボットのチャット GTP の開発と、提供で、世界的に有名になっているというところです。で、この、チャット GTP という、GTP の中の一つの機能ですね、これが、インターネットの登場以来のインパクトがあるとも言われているという形です。で、チャット GTP は、どうやって使うかというところで、こちらがですね、OpenAI のですね、ホームページのチャット GPT の、紹介ページなんですけども、この下のところに、チャット GTP という、リンクがありますので、ここをクリックしたらですね、チャット GPT の UI が利用できるという形になります。ではですね、本題に、細かい話をする前にですね、初めての方がいらっしゃったあれなので、どんな感じで動くかというのを実演の動画作成しましたので、それ少しお見せいたします。で、ここに見えているのはですね、チャット先ほどのですね、トライチャット GTP をクリックして、ログインしたら、こういうような UI が出てきます。で、まずこう、私今サブスクしてますので、チャット GTP プラスという形で真ん中で表示されて、この2つのモデルですね。GTP3.5 と GTP4 というのを選べるようになっております。で、これですね。GTP3.5 がデフォルトで、サブスクしていると4が選べるという形です。で、この場合はですね、GTP4 のモデルを選びまして、これはモデルの違いですね。で、こういうことの形で、チャット部分にですね、こういうような、日本語でも英語でも、いろんな言語で入力いただくと、チャットボットがこうやって話し出すという形ですね。で、今回のチャットですと、R 言語とは何ですかというのと、開発経験を含めて教えてくださいというようなですね、プロンプトを打っております。そうするとですね、このような形で、答えが返ってくるというような、UI のデザインになっています。で、最初のパラグラフのところで、R 言語の説明があって、その後に、R 言語の開発の、ストーリーみたいなのがずらずらと書かれていくという形です。で、これで、GTP4 で、これ動画作ってますので、少しちょっと出力は遅めなんですけども、こういう形で、結果の方がですね、出力されるという形です。で、これをずっと進めていきますと、こういう形ですね。これの、この上の入力に対して、下のようなチャットの答えが返ってく
まあ、いうのがですね、チャット GPT の、まあ、実行結果になっております。で、まあ、あまりにも入力の語句に対して結果がすごくたくさんで、まあ、10番以上の文字数が書かれてくるし、非常にまあ中身もですね、まあ、非常に、まあ、この場合ですとほとんど間違ってないような内容が返ってきていますので、非常にまあ精度が高い、まあ、定性的ではありますけども、精度が高い、まあ、結果がですね、チャット GPT を通して出てくるということが分かっていただけるかと思います。で、まあ、ここまで実践したところです。まあ、チャット GTP というのはまあ何かというところで、ちょっとおさらい的なお話をですね、させていただきます。で、まあ、これはですね、チャットジェネレーティブ・プレトレイント・トランスフォーマー、GTP の略で、チャット GTP というように言われております。で、最初、GTP3 がですね、昨年の11月に、公開された、チャットボットで、今、GTP の4というのが最新になっております。で、このチャット GPT と言いますと、この GTP、このトランスフォーマーの、まあ、チャット機能のことを主に指すという形になりまして、まあ、GTP 単独で使うと、まあ、これモデル自体、あるいはまあ他の機能も含めて指すような言葉として使われているという形です。で、多く言われているのはまあチャット機能に注目されてますので、まあ、ほとんどチャット GTP イコール GTP という形で使われているかと思います。で、これは、チャット GTP というのは、この、まあ、よく言われている、この大規模言語モデル、まあ、LLM の、まあ、一つのモデルとして、言われています。あ、よろしいですか。で、特徴としましては、まあ、これも言われている通りですけども、まあ、人間が自然に感じる文章を生成する能力を持つという、まあ、ジェネレーティブな部分ですね。まあ、そういうところを持ったモデルであると。で、モデルコーチングについては、まあ、教師ありモデル学習、許可学習、まあ、定員学習とかですね、まあ、使って、モデル学習をされているというように言われています。で、現状ですね、GTP3.5 っていうのがですね、昨年11月に実施されたモデルで、最新版の GTP4 というのが今年の3月14日に、リリースされた LLM のモデルなります。でですね、まあ、こちら、まあ、軽くしか紹介してませんのでですね、まあ、もっと詳しく、まあ、この GTP のについて、知りたいということは、まあ、こちらですね、伊藤穰一先生の YouTube ございますので、まあ、元 MIT のメディアラボの所長でいらっしゃった伊藤先生のブログ、まあ、YouTube とかですね、お聞きいただいたらですね、まあ、内情とかですね、よりもっと詳しく、知れるかと思います。ですね、まあ、詳しくはですね、こちらご参照いただければと思います。で、まあ、チャット GTP でまあ何が変わったかというところですが、まあ、これは私のまあ、ほぼ、まあ、意見のところもあるかと思うんですけども、まあ、ほぼこれが AI の大衆化がほぼ成功したというところかと思います。で、まあ、これまで、まあ、AI モデルと、まあ、たくさんございましたが、まあ、モデルは公開されてても、まあ、実際データがなくて使えないとかですね。まあ、データがあれど、計算するのに非常に計算コストがかかりますので、結局リソースが、まあ、足りずに計算できないと。で、そもそも計算しても結果が再現しないとか、まあ、いろんな、やはり、細かい問題があったわけですけども、まあ、この、ジェネラルに、使えるモデルが、しかもまあ計算リソース込みで、提供されているというところが、まあ、素晴らしいところかと思います。で、もうすでにですね、まあ、世界中のまあ言語学者がですね、成し得なかった精度のですね、言語処理の技術が、まあ、月20ドルのサブスクで、まあ、計算コスト込み込みで使えるという、もう世界に入っていると。で、まあ、こちらはもう細かいこと書いてますが、もう何ですかね、まあそこまあ、一昔前のまあスパコンをまあ無料で配ってるようなに等しいぐらいの額で、まあ、最先端のまあ研究結果が使えるというような状況に皆さんなっているというのが現状かと思います。
で、こちらがですね、今、オープン AI 社が提供している、まあ、サービスの一覧をまとめたものになるんですけども、まあ、こちら左側がですね、まあ、チャット GTP のまあ無料のですね、まあ、会員登録しただけで使えるものですね。で、こちらはですね、まあ、チャット GPT のみの機能で、まあ、基本無料で使えると。で、LLM のモデルはですね、GTP の3.5というのが使えて、まあ、基本はチャット形式、先ほど最初に見せたような動画のチャット形式で使うような、ものとなっています。で、真ん中ですね、まあ、GTP、チャット GTP プラスという、まあ、サブスクを、にするとですね、この3.5に加えて、まあ、最新版の GTP4 が使えるようになるという形です。で、また、それとは別にですね、GTP の API というのがですね、ありましてですね、まあ、これを使うことで、チャット GTP 以外のですね、モデルも使えたりとかですね、まあ、CUI で、まあ、実行できたりということが可能になります。現在ですね、API はまあ重量課金制で、まあ、使った分だけ、まあ、金額がかかるという形で、モデルがですね、まあ、GTP3.5 だけが今、まあ、すぐに使えて、まあ、4の方はですね、まあ、今、利用する場合は、ウェイティングリストに登録して、待たないといけないという形です。で、最近ですね、この一番下のチャット GTP プラグインというのが出まして、これが出たことで、まあ、チャット GTP の UI 上で、まあ、サードパーティーのアプリケーションの機能も使って、まあ、そう、まあ、言語処理ができるということは可能になってきております。で、これ、まあ、ウェイトリスト待ちなんですけども、まあ、例えば、まあ、いろんなデータベースのデータも、まあ、込みで、チャット機能を使えたりとかですね。まあそういうことができるようになってくるというような形ですね。で、このチャット GTP のですね、GTP3.5 と、まあ、4っていうのがありますが、これ何が違うかっていうのはですね、OpenAI 社から、まあ、独自評価して、まあ評価の結果が提供されているというものがあります。で、左側がですね、まあ、デフォルトの3.5で、右側が4.4なんですけども、まあ、端的に言うと、まあ、3の方はですね、まあ、推論は、まあリーズニングがですね、まあ、レベル3ということで、まあ、普通ぐらいで、ただスピードが5ということで、速い、結果が速くてると。で、4の方がですね、まあ、リーズニングがですね、5ということで、まあ、最高に良くてですね、ただ、まあ、スピードはその分遅いという形ですね。まあ、そのような形で、評価の方が出ております。で、まあ、正確な、その正確にですね、GTP モデルを使われたい場合はですね、まあ、GTP の方、4の方ですね、まあ、使うというのが、ベターかと思います。まあ、ただですね、まあ、先ほど少し触れましたように、まあ、この本を使う場合は今、サブスクで、この UI でしかですね、チャット GPT-4 のモデルが使えないというのと、まあ、使える回数もですね、制限があって、まあ、何時間あたり何回とかですね、そういうような制限があるという形ですね。で、API の方を使ったりですね、プラグインを使う場合には、今、こういうようなですね、ウェイトリストがですね、用意されていて、まあ、ここに登録して、順番が回ってきたら API が使えるというような形で、なっています。で、もしですね、まあ、この GTP4 のモデルとかですね、プラグインが使われ、まあ、早めに使われたいということであれば、こういうようなですね、ウェイトリストに登録されるということをですね、お勧めします。でですね、まあ、ここからですね、まあ、少し具体的なですね、使い方とかですね、少しチップスの方をお話しさせていただくんですけども、で、まあ、このちょっと、聴衆の方がどういう方がいらっしゃるかって全て把握してないのでですね、まあ、ちょっと基本的なところからですね、お話しさせていただければと思います。で、まあ、最近、まあ、急にですね、まあ、プロンプトってみんな言い出してですね、なんかもう、プロンプトってずっと皆さん言ってるような形なんですけども、で、私、まあ、ずっと、なんか長くバイオインフォをやってると、なんか、プロンプト
って言われてもなんかピンとこないなっていうのは あったんですけども、最初に浮かぶのは、コマンドプロンプトのことなのかと思ったらですね、プロンプトっていうのはですね、意味を調べるとですね、コマンドプロンプトの場合は、コマンドの方が、こういう実行を指示する命令のことで、プロンプトっていうのがこうですね、ここに、入力受け付けますよというマークのことですよね、この多分パーセントとかですね、シャープとかですね、R 場合はこの矢印になるような、大なりになりますけども、こういうところは、プロンプトで、皆さん何を言っているんだろうなというところなんですけども、こういうチャット GTP とかですね、AI の文脈ではこういうプロンプトっていうのがですね、AI モデルに与える指示であったりですね、指示を出すための文章というような意味で、使われている、言葉になります。で、こちらがですね、先ほどのですね、チャット部分に書いたのがですね、プロンプトということになります。で、で、ここからですね、チャット GPT を具体的に使った事例をですね、お示しするんですけども、基本的に断りがない場合は、GTP の4というモデルの方を使っています。で、こちらもですね、いろんなところにですね、情報あるかと思うんですけども、チャット GPT がですね、得意なこととしては、ここに開けたものがあるかと思うんですけども、情報検索であったり、知恵袋的な使い方ができたりですね。要約、翻訳、あとは、プログラミングのコーディング、とかは、いろんな言語で可能になっていると。あとはですね、実際このプロンプトで何、この命令文ですね。AI に対する命令文も、作ったりですね、改善したりすることがですね、対話的にできると。で、R 言語とかですね、対話的で使うような言語ですと、こういう、チャット GTP の相性がいいというところも、実一つとしてあるかと思います。で、こちらがですね、事例としてですね、一つの、例としてですね、このような、ですね、プロンプトを書いております。で、PCA のですね、R 関数を作成するプロンプトということで、PCA をこの R 関数を作成して実行例を示してくださいと。で、ここではですね、要件の方を定義しています。で、例えば、プログラミングスキルで、あなたはもう天才的なプログラマーで、言語は R 言語を使ってくださいと。で、ライブラリの縛りはですね、ベースを使うと。で、実例を示すときのデータセットは IRIS という、R 言語で有名なデータセットがあるんですけど、それを使ってくださいと。で、行列は、共分散行列にして、座標の回転はしない 設定ですね。こういうようなですね、要件をですね、箇条書きにして、これは知ってることを書けばいいのかなと思うんですけど、こういうことで形で、箇条書きにするとですね、こういうような形で、関数を作成してくれると、いう形になります。実際ですね、返ってきた答えの上の方にも、ベースを使ってデータセットをアイリスにしましたよということで、あとは座標回転もちゃんとしない PCA の関数ということで、ちゃんと入力を理解してくれているという形になります。で、コードの方がですね、このような形で出力されてくると。で、このコードを見たときにですね、例えば、シャープでコメントアウトされているところは、PCA 関数って書いてあるデータの正規化。平均をゼロにすると、スケーリングかけてるんですけども、R の関数としてですね、日本語を受け、パッケージにする際にですね、日本語を受け付けないということがありますので、これだとちょっとパッケージするときに困るというので、これもう一回ですね、対話的に、プロンプトの改善するようなプロンプトを作成するわけですが、ここでもう一回ですね、コメントを英語にしてくださいと。で、コメント、そうするとですね、コメント部分が英語になりますし、で、ちょっとこの、関数では、バグ、エラーができてた時のですね、対処とかができてないというので、もう少しですね、改善したバージョンを提案してくださいということであれば、改善点を3つ提示してくださいというように、もう一回プロンプトを投げるとですね、この関数の、アップデートしたものができていくというような、形で、対話的に使っていけるということですね。これがですね、普通の、
日常的な会話のやり取りだけじゃなく、まあ、こういうプログラムの改善とかでも使っていけるということです。まあ、で、ここまでですね、お話して、まあ、大事そうなところっていうのがですね、プロンプト作成大事そうなところっていうのは、まあ、要件を提起するということと、まあ、要するに、まあ、具体的に書くっていうことが大事になってくるかと思います。で、まあ、それっていうのは、実際、どういうことをやってるかというと、まあ、これは、まあ、数理解析やってる時の、まあ、基本的な考え方で、まあ、チャット GPT はほぼ同じだと思うのは、まあ、こういう大きなモデルを扱うときは、まあ、パラメータが多いだろうと。で、普通、こういうモデルを扱うときは、結果がまあ収束しないというので、まあ、まあ、仮定とかですね、前提を置いて、まあ、結果の範囲を狭めてあげると、そういうことをですね、しないといけない。まあ、これはまあいろんな考え方があるかと思いますが、まあ、そういうことをしないと、結果収束しないっていうのは、まあ、いや、こういうデータ解析やってるとよく分かってて、で、あとはですね、まあ、計算コストがやっぱ計算範囲広いと、まあ、計算コストがかかるので、まあ、計算コストを下げるってことが、結果として、まあ、出力が早くなると。で、まあ、で、まあ、最短経路で、もう計算できる経路が分かっているんだったら、そこだけ用意して計算させるようにするということで、まあ、答えに早くたどり着くというのがですね、実際この要件定義とかですね、具体的に書くということでやっているというところですね。で、まあ、この一例としてはですね、まあ、例えばこの例ですと、まあ、バイオインフォマティクスについて説明してくださいというような、まあ、かなり抽象的な問いを投げるとですね、かなりずらずらずらというような形で答え返ってくると。で、この例ですと、まあ、途中でですね、まあ、出力が、出力が冗長ですね、途中で停止するという形になりますので、もう少しですね、しかも、まあ、計算としても、まあ、1、2分ぐらいこれかかって止まりましたので、まあ、もう少しですね、まあ、検索範囲を狭めてあげると。ですので、まあ、こういう形ですね。あなたはプロのデータ解析者というような設定を与えて、まあ、出力の文字数ですね。これを100文字以内で。で、まあ、このバイオインフォマティクスについて説明してくださいということであれば、まあ、こういう形ですね。まあ、すぐに結果をですね、出力されると。で、まあ、これはまあ、元を返せば、まあ、この上に書いているようなことをやっているというようなことがですね、まあ、実際、まあ、数式でやってたのがですね、まあ、こういう文字でやると。ということに変わったっていう形です。で、最近皆さん言われているのは、この AI に設定を与えるっていうのは結構大事だろうっていうことを、皆さん言われています。まあ、例えば、まあ、素人なのか、まあ、プロなのか、まあ、その人の人物像なのか、まあ、よくやってる、まあ、芸能人、有名人などを設定して答えさせると。まあ、そういうのをやることで、精度が上がったりとかですね、まあ、そのちょっと、まあ、答えを緩くするというんですかね、ちょっと答えが、まあ、素人でも分かるような言葉遣いにするとかですね、まあ、そういう微妙なチューニングがですね、中でできるようになっているという形です。まあ、これも一つのチップスとしてのテクニックかと思います。で、チャット GPT、あと苦手なとこなんですけども、まあ、こちらはですね、まあ、モデルに使っているデータが2021年までのデータしか使ってないので、まあ、それ以降のですね、まあ、アップデートされた記事っていうのは使えないですし、まあ、そもそもですね、ネット記事とか、まあ、新聞とか、まあ、情報ソースが限られているというところで、まあ、現状はですね、ネット、まあ、会員サイトとかですね、まあ、地域ネタみたいなですね、地域コミュニティの情報というのは、そのデータに使われていなくて、まあ、そういうデータの結果というのは、まあ、出力結果って思わしくないという形です。まあ、例えばですね、まあ、これ一例なんですけども、まあ、これまあ例が絶対全然変わりますけども、まあ、この私はこう大阪市に住んでるんですけども、まあ、こういう、まあ、この大阪市の都島区にある美味しい焼肉店を具体的に3点教えてくださいと。という形で、プロンプト投げますと、まあ、結果の方はですね、やっぱり出てくるんですね。で、この1、2、3ってあるですね、焼肉店のコク順というですね、焼肉キンズ宮古島店とですね、焼肉の田村っていうのが出ますが、まあ、これはですね、まあ、すごいありそうで、まあ、
ぽいような焼肉店なんですけども、もう一回ですね、プロンプトを投げるとですね、まあ、それらの店舗本当に存在しますかっていうのをですね、問うとですね、で、すいませんと、で、それは架空のものですというような形ですね、答え返ってきますので、まあ、実際ですね、まあ、これ困ったところなんですけど、わかんないところもですね、なんとなく答えを出してしまうと。で、もう一回聞き直すとですね、間違ってることを訂正してくれるんですけども、まあ、時として、まあ、こう、聞き返してですね、正しいかどうかを、まあ、こちらで、そうですね、ジャッジメントをですね、もう一回問うということもですね、大事になってくると。で、まあ、現状ですね、まあ、こういう、例えば、まあ、こういう店舗情報とかですと、まあ、あとは、その、バイオ品話で言うと、その、まあ、NCBI の、まあ、延期情報とかですね、このデータベースの情報っていうのはもうないです。今、この学習に使われてませんので、例えばこれはブラストで検索してくださいとかってなると、検索結果が出ません。で、こういうのはですね、今後少し触れました GTP のですね、プラグインで、まあ、提供先があればそういうデータを、まあ、組み込んで学習モデルを拡張していくと、なんかそういうような展開で、なるんじゃないかということで期待しているところですね。で、ここまでがですね、まあ、現状の、まあ、理解というところで、まあ、こういうような形で、動きますというのと、まあ、こういうような形でプロンプト書きますというお話だったんですけど、まあ、後半はですね、実際に R 言語、まあ、R の環境上で、チャット GPT を使う、まあ、使い方みたいな、まあ、ちょっと実務的なお話をですね、させていただきます。で、ここでですね、具体的にはですね、この GTP の API キーの取得のところと、この R のパッケージなんですけど、GTP Studio というパッケージを使ってですね、R Studio 上でチャット GTP を使うという、例をですね、ご紹介します。で、API キーなんですけど、この OpenAI のディベロッパーページというのがありまして、まあ、一旦ログインしていただいて、この会員情報のところの右上のですね、アイコンをクリックするとですね、View API キーという、メニューの、バーが出てきますね。これをクリックして、進みますね。で、そうすると、マイページの方に飛びまして、で、この中のですね、まあ、API Keys というところのページに飛びますので、ここで Create New Secret Key を押して、API を作ってですね、このキーを真ん中に出ますので、これコピペしてですね、R Studio 上で登録するというような流れになります。で、今回ですね、使う R のパッケージなんですけども、主にはですね、この上側の GTP Studio っていうのを、使ってます。ただですね、まあ、機能がですね、完全にオーバーラップしてないようですので、一応、今回もですね、両方、この GTP Studio というのをするとですね、GTP Tools っていうのを両方、インストールして使っています。で、これらはですね、まあ、R スタジオ上でチャット GTP の機能が使えるようにする、まあ、アドインとして、使えるようなパッケージになっています。で、インストールの手順なんですけども、まずこの、一応推奨がですね、このパックというパッケージをまずインストールして、これを使ってですね、先ほどの2つのパッケージをですね、GitHub からインストールすると。という形になります。で、私、今回やったときにですね、パーソナルトークンがなんか登録できてなかったみたいで、まあ、パーソナルトークンをここでですね、R スタジオ上で登録しまして、その後にこのパックの関数で、この2つのですね、パッケージをインストールしたという形です。で、ライブラリでこのパッケージをロードしまして、まあ、さあ、使えるのかなと思ったらですね、まあ、うまく動かずで、まあ、ちょっといろいろ試してみても動かず、まあ、結局ですね、一度ここで、R スタジオを、まあ、再起動することで、使えるようになります。ですね、まあ、インストール終わって一回再起動していただくという形になります。で、使い方なんですけども、R スタジオ上の設定はですね、もうこれしかなくてですね、
OpenAI のですね、API キーを設定するというのみです。で、この1行、システムセット演武で、OpenAI API キーで、ここに、この API キーのところに、先ほど Web ページからですね、コピーしてきた API キーを貼り付けていただくと。で、これを実行すると、もう使えるようになります。で、使い方、このパッケージ使い方なんですけども、基本的にはですね、このアドイン、RStudio のアドインズというボタンがございますので、ここをクリックしてですね、関数を呼び出すか、ですね、この窓をですね、呼び出すショートカットがありますので、Mac の場合だと、コマンドシフト P で、画面が立ち上がって、そこから、実行するものを選ぶという形ですね。で、これですと、このですと、スペリングとグラマーのチェックとかですね、コメント、ユアコード、で、あとチャット GPT 起動するモードと、インソースっていうのは、コーディングを直したりですね、そういうする機能がついているという形ですね。あと、この下の方ですね、R オキシゲンをですね、ファンクション、関数の説明として加えるというような機能もですね、ついています。で、先ほども少し説明しましたが、この API は基本3.5で、動きますので、少しですね、4に比べるとちょっと精度は低いという形になります。で、実行の手順なんですけども、先に最初簡単に説明して、実際に実演したいと思いますが、やることはですね、4ステップで、まず1番で、この RStudio で、テキストファイル開いていただいて、ここですが R のスクリプト開いて、コードの部分を選択します。で、その後にですね、このショートカットのですね、ショートカットキーを押して、で、出てくる窓で、アドインズ、やりたいアドインズを選ぶという形ですね。で、選ぶとですね、そのまま実行されて、完了を待つという形ですね。そうすると、このスクリプトが、自動的に変更されてくるという形になります。今ですね、ちょっともう一回消します、これ。今ですね、今、ここのアドインっていうボタン、私もこれあんま使ったことないんですけども、こいつ出てきた。ここに見えますかね？アドインがありますよね。と、このボタンで検索して、何かですね、実行関数を選ぶか、ここはですね、こう関数じゃなくてもう説明になってるんですけども、こういうやつを選ぶか、コマンドシフト P。で、こういうような窓が出てきますので、ここで、プラグインどれか選んでいただくと。で、今回ですね、まず最初、チャット GTP、この DTP スタジオのチャット GTP を、実行しますと、これクリックするとですね、シャイニーが立ち上がって、で、ここの、普段プロットとかで使ってるビューアーのところに、さっきのチャット GTP の、インタラクティブな窓ができる。で、ここに、なんですかね。なんか打ったら。乱数を生成してとか、生成してプラットしてくださいとか。っていうと、なんか R 縛りなのか分かりませんけど、聞けば、RStudio で使ってるのがあって、R の結果が出てくると。で、これコピーして、これを実行すると、なんか乱数がプロットされた結果が出るというような形で、この RStudio 上に先ほどの UI が表示されるというような
機能が一つあります。で、次がですね、もう一個あって、これは、もう一回コマンドシフト P で、先ほどの画面出しますけど、ちょっと、これを選んで、このですね、何も説明がない、関数を選んで、まあ、コメント UR コードに、コメントつけるという機能があります。で、これで、実行しますと、まあ、ちょっと時間かかるんですけど、まあ、こういうような形で、選んだ関数の上に、まあ、こういう説明が載るというような形です。なんかそんないい説明ではないですけど、これ。で、次の例は、こういう、まあ、R の関数を定義した際に、まあ、よくあるのは、まあ、関数定義だけちょっとまあ、ちょっと力尽きてしまって、まあ、定義の部分とかですね、まあ、パラメータの説明っていうのはすごい書くのが面倒というのがありますが、これも全体を選んで、先ほどのですね、まあ、こちら DTP Tools の方の機能になるんですけども、Add R Oxygen to Function、まあ、これを実行します。で、これちょっと時間かかるんですけども、ちょっと時間かかりますね。で、これさっきやったときは、あ、そうやってみました。あ、ここに出てます。で、こういう形で R の、まあ、関数のタイトルであったり、ディスクリプション、あとパラメータの定義と、ランのエザンプル、まあ、こういうのを定義してくれると。で、あと、まあ、オーサー名とかですね、あと、エクスポートとかはまた別で書かないといけないんですけども、この場合も。で、まあ、そういうのを少し足せば、一応、まあ、ここをコピーすれば、まあ、まあ、パッケージで使えるようなですね、R の、関数のファイルができるという形です。で、この、まあ、機能に関しては、基本的にまあこれで 3.5 でやるより、やはり4の方が精度が良くて、まあ、先ほどの Web の UI にコピーして、まあ、要件として、このオキシゼンを書いてくださいというのでもですね、できますし、実際まあそっちの方はですね、精度良かったりします。まあ、現在あくまでこの R スタジオで使うのはまあ補助的なものかなというふうに思います。まあ、こういうような形ですね。R スタジオ上で、実際にチャット GTP っていうのが、まあ、API の機能が使えると。で、まあ、チャット GTP 的な UI も Shiny に実装されてますので、まあ、そういうのもですね、R 上で使えるという形になっています。で、この R、この GTP スタジオ自体はかなり早い時点で開発されてて、でも3月ぐらいにはですね、パッケージがクランにリリースされていたと、かと思います。ちょっと正確じゃないんですけど、まあ、かなり早い時点で開発進んでいるという形です。で、まあ、これ今回まとめなんですけども、で、チャット GTP、今回紹介させていただきましたが、まあ、タスクを選べばかなりパフォーマンス高く実行できますし、まあ、先ほどの例でお示しした通り、R 関数を作ってたりですね、パッケージ作るときに、すごい面倒くさかった作業ですね、まあ、そこのサポートにも使えそうだということが、ですね、分かってきます。で、あれはまあ、ある程度下書きを作ってもらえると、まあ、そこを直すこともできますし、あれにもう一回、部分選択して、チャット GTP の機能を使うというのもできますので、まあ、パッケージ開発にもですね、使えるんじゃないかというような思われます。で、現状ですね、あとは、まあ、学習データとして情報がないとできないことが多いという。で、これ、少し途中お話しさせていただきましたが、まあ、ブラスト検索、じゃあ、チャット GPT できるのかというと、まあ、こういう、まあ、ブラスト検索の実行する能力はありませんということで、まあ、代わりにこういう形でブラスト検索やってくださいみたいな形でですね、まあまあ、まあ、代替的な方法を提案されるという形で、まあ、
まあ、まだまだできない、バイオインフォマティクの解析でできない部分っていうのはまだまだ多いのかなというふうに思います。